どうも、今回ですね、サウナ志向です。車内サウナもうね、今ね、僕の水温がもう150度とかになっちゃうんですよ。で、クソ暑いんですね。それでそれをごまかすためというか、それをまあちょっとね、まあ、Facebook でこれね、投稿したら、車好きの人がですね、なんだ、車内のファンをもうマックスにして騙すみたいな。で、今ちょっとやってんすけど、水温があんまり上がってないです。だけど車内がクソ暑いっす。もうとにかく車内がやばい。これ地獄ですね。水温はでもそんなに上昇しなくなりました。これで今ノロマ運転なんですけど、水温が150度までいかなくなりました。今114度。多分熱をこう逃がしてんのかな、逃がしてこっちに来てるんだと思うんですけど、その外の、まあ、エアコンってその中と外あるじゃないですか。今外の外気からこう車内の方にブワーやってるんですけど、超絶暑いですね。でも一つ解決方法を見出しましたね。これでなんとかしのげるかもしれない。これやばいっすね。でもこれで解決できるな。熱。はい、やっぱ試してみたら水温がちょっと安定しましたね。今115から120、110、結構安定してます。そう、ここから伸びなくなりましたね。いやでもほんと暑いっすよ。113度。いやでも、あ、111度になった。いやちょっとほんと暑いな。こっちの窓開かないしね。こっちの窓開かないんで、もう全開にもう熱風が、やべえなこれ。あーでも上がんないですね水温これ。今あやさんから公開したナスって入ってきた。あやさんから公開したナスって、公開したナス、あっちー。いや僕はね、あやさんから今送られてきてますけれどもね、 Facebook メッセージ。僕はサウナ戦ってますよ。いやこれマジで運転するの大変だなこれ。あっち多分ね、これ100度以上の熱風ですよ多分。分かんないですけど、今熱風が僕に注ぎ込まれてる。あっちこれマジでサウナやな本当に。やばい、クソ暑い。でも水温上がってない。あ、これでも一つの解決方法ですね。スパルタ解決方法じゃないですか。水温上がらんこれで。ああこういう方法があるんだね。まあ確かに、まあなるほどね。熱を逃がすってことですよね。こっちに車内に逃がされてます熱を。クソ熱い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 。でこっちの窓開けばいいんですけどね、開かないからな。お、すげえ。これ本当にレッドゾーン行かなくなったぞ。レッドゾーン行かなくなりましたね。今109度。あ、これいいな。これなるほどね。ちょっと